大正19年、帝都東京。後に高麗大戦と呼ばれる史上最大の戦いが勃発。帝都、パリ、ニューヨークの歌劇団はその脅威に果敢に立ち向かい、そして世界は救われた。彼ら勇敢なる歌劇団、その全員の消滅と引き換えに。それから10年の時が過ぎ、大正29年、兵学校を出て念願の海上任務に就いたってのに、あの事件のせいで丘に左遷か。国務官の艦長に任命された時は心躍ったが、短い夢だったな。ほんと冷めないでほしかった。まあ済んだことは仕方ない。気持ちを切り替えていこう。さて、今度の着任先ではどんな任務が待っているのかな。随分と綺麗になったもんだ。前に来た時は10年前の戦いの傷跡がところどころ残っていたが、今はすっかり元通り、いやそれ以上の発展ぶりだ。さて、約束の時間までまだ余裕があるな。ちょっと辺りをぶらついてみるか。
よし、そろそろ時間だ。約束の場所へ向かうとするか。騒がしいな。一体なんだ。時間に遅れる。ここが新しい認知か。大帝国劇場。劇場？特務艦隊から劇場に配置換えって、一体何がどうなってるんだ。俺は演劇なんてできないぞ。それとも大道具とかかな。すみません、お掃除の邪魔なんですけど。うわ、すみません、失礼しました。劇場に何かご用ですか。私は帝国海軍少尉神山清十郎です。ここに来るように言われて。もしかして聖兄さん。嘘。どこかでお会いしましたか。もしかして忘れちゃったんですか。ほら、うわっ。もしかしてさくらちゃん、雨宮さんのところの。はい。子供の時以来だから10年ぶりくらいかな。覚えていてくれてよかった。久しぶりに会えて俺も嬉しいよ。綺麗になったね。何を言い出すんですか、いきなり。素直な感想だったんだけどな。もう恥ずかしいよ。そこのお二人さん、報酬の面前でイチャつかないでもらえるかしら。神崎支配人。あなたが神山清十郎君ね。待っていましたわ。私は神崎すみれ、この大帝国劇場の支配人をしています。神崎すみれ、どこかで聞いたことがあるような。ようこそ大帝国劇場へ。歓迎いたしますわ。
神山清十郎、飛び級で海軍兵学校入校。卒業後海軍に配属され各地で作戦に参加。多数の武勲を挙げた後、海軍特務解剖官マリシテンの艦長として対高魔特別任務に就く。なかなかの経歴ね。優秀な仲間のおかげです。謙虚ね。そんなあなたにお願いしたいお仕事があるのよ。は。神山君、あなたは帝国歌劇団花組を知っているかしら。帝国歌劇団、詳しく聞いてみるか。花組とは何でしょう。花組は帝国歌劇団の戦闘部隊よ。高魔に対抗する中核となる部隊ですわ。だけど今の花組にはかつてのような戦闘力はないわ。悔しいけど帝都の守りは上海歌劇団に頼っているのが現状よ。上海歌劇団、駅で見たあの機体か。帝国歌劇団とは何でしょうか。帝国歌劇団はこの帝都を高魔から守るために結成された秘密組織よ。過去幾度かの大きな戦いに勝利し帝都の平和を守り続けてきたの。高魔に対抗するための秘密組織か。すごい話だな。大帝国劇場、なぜこんな目立つ場所が本拠地なんですか。帝国歌劇団は戦いのない平時には帝国歌劇団として歌い踊るのよ。舞台に立ち帝都の人々に夢と希望、そして愛を与えてゆく。それが花組のもう一つの大切な役目なの。なるほど。戦うだけでなくそんな任務があるんですね。そういえば神崎すみれってかつてのトップスターの名前だったような。まさか目の前のこの人はかつての帝国歌劇団花組の隊員。さてここからが本題。神山清十郎君、あなたに帝国歌劇団花組の隊長になってもらいたいの。俺が隊長ですか。了解しました。若輩の身ではありますが精一杯務めます。いいお返事ね。期待しているわよ。ありがとう神山君。これから頼りにさせてもらうわね。は、こちらこそよろしくお願いいたします。新しい花組の初任務は世界歌劇団大戦に勝つことよ。世界歌劇団大戦、それは何でしょうか。詳しいことはおいおい説明しますわ。今は歌劇団大戦のことを心に留めておいて。了解しました。それじゃこの後のことは秘書の香織に聞いてもらえるかしら。まずは花組の隊長としてその職務のことを知ってもらわないとね。Thank you.
じめまして、神山さん。私はスミレ様の秘書、林道カオルです。よろしくお願いします。神山清十郎です。こちらこそ、よろしくお願いします。スミレさんの秘書か。この人とも長い付き合いになりそうだ。それでは神山さん、まずは神山さんが指揮を取ることになる花組の隊員たちに会うのがいいと思います。劇場の中にいるはずですから、探してみてください。わかりました。花組のこれからはあなたにかかっているわ。よろしくね、神山君。期待していますわよ。なんだ？さくらちゃん？もしかして盗み聞きしてたのか？してません。だって本当に聞こえなかったんだもん。分厚すぎですよ、ここの扉。なんだって？なんでもないです。それで何のお話だったんですか？ああ、帝国歌劇団花組の隊長に任命されたよ。やったー！私も花組の一員なんですよ。だから聖兄さんは私の隊長さんです。あ、そうだ、これからは神山隊長って呼ばないとダメですね。いいよ、堅苦しいのは嫌いだから。ダメです、そういうのはちゃんとしないと。そういうものかな。神山隊長。分かったよ、さくらちゃん。私のことはさくらって呼んでください。その方が嬉しいです。嬉しいって、なんで？なんでもありません。そうだ、新しい隊長さんをみんなに紹介しないと。それに大帝国劇場のことも知りたいですよね。私が案内します。それは助かるな。じゃあ頼むよ、さくら。はい。歌劇団なんですから、やっぱり最初に案内するのは舞台ですよね。他の隊員も誰かはきっとそこにいると思いますし。でも本当にびっくりしました。子供の頃に遠くへ行っちゃった聖人さん、神山隊長とまた会えるなんて。俺も同じさ、驚いた。さくらが帝国歌劇団に入っていたなんてな。それはだって私の夢だったから。憧れなんです、私にとって帝国歌劇団は。憧れ、でもこれで満足しちゃいけないぞ。帝国歌劇団に入ったらおしまいじゃないんだ。これからも頑張らないとな。はい、もちろんです。そのためにもよろしくご指導お願いしますね、神山隊長。
舞台はこの扉の向こうです。ようこそ大帝国劇場へ。じゃねえか、男連れとは隅に置けねえな。ハツオ、もう変なこと言わないで。あ、すみません隊長、この子が花組隊員の一人、篠ノ目ハツオです。ハツオ、こちらは神山清十郎さん、私たちの新しい隊長さんだよ。ああ、そういえばそろそろ来るって話だったっけ。篠ノ目初歩だ、よろしくな隊長さん。こちらこそよろしく。礼儀正しいんだな、気に入ったよ。困ったことがあったら私にいいな。兵撃のことなら何でもこの初歩ちゃんが解決してやっからよ。ありがとう、頼りにさせてもらうよ。それじゃ次へ行きましょうか。また後でね、ハツホ。おう。
花組の新しい隊長さんです。神山清十郎です。よろしく。おー、あんたが噂の隊長さんか。あては風組の大箱持ち、売店の方もよろしくや。売店？風組？風組っちゅうんは帝国歌劇団の組織の一つや。事務やら経理やら補給やら広報やら、そういうんを一手に引き受け取る。あんたら花組が駒と戦って、あてら風組はそれをサポートする、そういうことじゃな。ちなみに支配人の秘書をしとる林道薫も風組の一人や。なるほど。風組あっての花組ですね。サポートの方よろしくお願いします。おう、任せとき。素直な隊長さんは大好きや。ありがとうございます。そんなわけで風組の活動の一環として、あてがここで売店をやっとるわけや。大抵はこの店におるから、何かあったら声かけてや。頼まれたらチリ神から海軍の新鋭空中戦艦まで何でも引っ張ってくるで。空中戦艦、へへへ、何でも勉強しますて。
お疲れ様です、薫さん。神山さん、何かご用ですか？いえ、用というほどのものでは。そういえば、薫さんは風組の一員だと聞きましたが。その通りです。大帝国劇場のあらゆる活動を支えるのが風組の役目。なるほど。そして礼劇の資金面は薫さんが管理されているということですね。そういうことです。ですが、私の一番の役目はそれとは違いますよ。私の一番の役目、それはスミレ様の秘書であるということです。スミレさんの秘書ですか？スミレさんの秘書、それはいい上司を持って幸せですね。わかります。神山さん、さすがですね。スミレ様はそう、完璧。スミレ様にお仕えし、スミレ様をお支えする、それはまさに至上の喜びなのです。神山さんも花組の新しい隊長としてスミレ様を支えてください。はい、頑張ります。
いましたね。隊長、あの子がクラリスです。熱心に本を読んでて、なんだか声をかけづらいな。声をかけても無駄です。あなたクラリスは何をしても返事をしてくれないんですよ。へえ、何をしても。ちょっと試してみるか。こういう時は目隠しだよな。さすがに気がつくだろう。クラリス君。えなん。ほら、いつもこうなんです。読み終わるまで何をやっても無駄ですよ。これはすごい集中力だな。仕方ない、出直すとするか。ちょっと待ってください。はあ、うっとりしちゃう。いつかは私もこんな素敵な物語を書きたいな。そうか、なるほど。クラリス君は作家志望なんだね。ん？はじめまして。ウィンリセット、なんで男の人がいるんですか？落ち着いてくれ。怪しいものじゃない。今日から花組の隊長になった神山清十郎だ。隊長？そうなんです。この人が今日から私たち花組の隊長さんです。そうなんですか。それはとんだ災難ですね。予算もない、やる気もない、やりたくても何もできない舞台の隊長なんて。クラリス。そうなのか。ええ、そうです。今の花組は昔ここにいた伝説の花組とは違う。どうしようもない落ちこぼれ舞台ですよ。そんな風に言うもんじゃない。自分だけじゃない、さくらや初穂君にも失礼だ。それはそうですね、すみません。でもみんなが何をどう頑張ってもどうにもならないこともあるんです。都合よくハッピーエンドになるのは物語の中だけです。現実はそんなにうまくはいかないですよ。それじゃ失礼します。せいぜい頑張ってくださいね。さて、これは思った以上に難物だな。そんなこと言っちゃダメです。クラリスはいい子ですよ。可愛いし。さくらの方が可愛いよ。何言うんですか、セニーさん。え、素直にそう思うんだけどな。冗談ばっかり言って、もう恥ずかしいよ。それじゃ私もそろそろ行きますね。花組の隊員は3人だけなのかい？さくらに初穂にクラリス。もう一人、望月あざみという子がいるんですけど、今は用事で留守にしているんです。
そうなのか。わかった。ありがとう。はい。それじゃあ失礼します。Thank you.
ええタイミングで来よったな。新しいのが入ってるで。お、さすが神山さんや。ええもんやろ。それでええか。毎度あり。またよろしく頼むで。どうかしら、花組のみんなとは会えました？はい、望月あざみくんだけはまだですが。そうですわね。彼女は別の任務で帝劇を離れているの。だから今度の公演も今いる三人でやってもらうことになりますわ。桃太郎ですね。来週公演予定だと聞いています。ええ、今度こそうまくいってほしいものですわね。え、それはどういう。あと神山くん、公演がある日あなたにはもぎりをやってもらいます。もぎり。そう、お客様の入場の際に入場券から半券を切り取るお仕事よ。俺がもぎりですか。あら、お嫌かしら。とんでもありません。喜んでやらせていただきます。そして一週間後、ついに桃太郎公演初日となった。お客さん来ないな。いらっしゃいませ。ご来場ありがとうございます。初日なのにお客さんが少なすぎる。どういうことなんだ。ちょっと舞台を見に行ってみるか。お、やってるな。お前ごときの力で何ができる。俺は貴様を退治して都に平和を取り戻すんだ。とどめだ。負けるもんか。くらえ。うっきー。
しれないな。てんダメだ。散々でしたね。ところで、てんダメって何ですか？うなもん、てんでダメってことに決まってんじゃん。なるほど。日本語って奥が深いですね。はぁ、私、なんかもうぐったりです。隊長、一応聞いておきたいんですけど、私たちの舞台どうでした？酷かもしれないけど、正直見られたものじゃないな。ですよね。分かってました。私も。忌憚のないご意見ありがとうございます。でもこの舞台を何とかするのは隊長さん、あなたの役目でもあるんじゃないんですか？やっぱどうにもならねえよ。演技といっても素人同士で勉強してるだけだし。それに衣装も舞台もボロボロ、直すお金だってありません。でもほら、神山隊長も来てくれて、これからですよ。隊長ってただ半券もぎってるだけじゃねえか。これからどうすればいいか考えはあるのかよ。そうだな。慌てたって仕方がない。気長にコツコツとやっていこう。衣装はともかく、舞台なら俺でも直せるかもしれない。演技もみんなで指摘し合って練習を続ければきっと上達するよ。そうだといいけどな。けどやっぱそれしかねえか。打つ手なしなのか。落ち込んでばかりもいられません。私たちが何をすべきか探るためにも情報収集です。情報収集？どうするんですか？とりあえず今の公演を見ていたお客さんに感想を聞きに行きましょう。きっと何か手がかりがつかめるはずです。そうだな。何も動かないよりはマシだな。情報を集めて改善点を探してみよう。はい。ごめんさくら、悪いけどさ、私はパスさせてもらうわ。ちょ、ハツホ？すみません、私も今は。もう二人ともしっかりしてよ。すまねえけどよ、ちょっと今は協力する気になれねえよ。ハツホ。今は仕方ないよ。俺とさくら二人で行こう。はい。
こんにちは。あなたは、いつもさくらさんと楽しそうに話してるけしからんお兄さん。けしからん。俺は、どうも、トップスターの神山です。新人ですが、素晴らしい舞台をお届けしますよ。絶対嘘だよね。っていうか、花組は女の子だけだもん。知らないと思ったら大間違いなんだから。バレたか。実は劇場のスタッフなんだ。やっぱり大帝国劇場で働けるなんて超羨ましい。仲良くしよう。私は西条いつき。いつきって呼んでいいよ。私は帝国歌劇団の大ファンっていうか超ファンなの。今日もこの大帝国劇場に来ることができて、いつき感激。よろしくね。神山清十郎です。こちらこそ、これからも帝国歌劇団をよろしくお願いします。任せてよ。どこまでだって追っかけてくから。な、新しいのが入ってるで。お、さす、ええもんやろ。それでええか。毎度あり。また来てや。
どうぞ。ひどい公演だったわね。これで何回目かしら。確かに散々な内容でしたが、その分改善点もたくさんあるはずです。一つ一つ解決していけば、いつかは必ず成功させることができますよ。そうね。でもあまり時間がないのよ。時間がない？世界歌劇団大戦ですわ。世界歌劇団大戦、先日もおっしゃっていましたが、それはどういったものでしょうか？近日開催される歌劇団協議会のことですわ。世界中の歌劇団がこの帝都に集まってきて、舞踏と舞踏で競い合う平和の祭典よ。そこで勝利を重ね、帝国歌劇団ここにありと広く世間に知らしめる。それこそが今の花組の目的であり、帝国歌劇団復活の第一歩ですわ。それは、わかりました。全力を尽くします。世界中の強力な歌劇団を相手に、今の花組では厳しいですが。彼女たちに勝てる力をつけさせるのよ。神山君ならできますわ。買いかぶりすぎです。俺は魔法使いじゃありません。難しいことは百も承知ですわ。それでもやらなければ帝国歌劇団の復活は果たせない。結果を出しなさい、神山君。あなたならきっと大丈夫。わかりました。ありがとう。さて、悪いけど私は出かけますわ。歌劇団大戦をどう戦い抜くか、しっかり考えておいてちょうだい。はっ。